そんな私がまさかあんな素敵な場所で披露させていただく機会がいただけるなんて。いやね、でもまだ全然あのモノマネっていうレベルにも達してないので、もっとなんか極めていけたいなって、ちょっとせっかくなのでいやそうなんですよ、本当に皆さんモノマネ、職業がモノマネの方ばっかりの中にちょっといたので、すごい緊張したんですけど、そうなんです。しかもさ、なんかあんな一人で歌うことさ普通にないやん。あのなんかモノマネとかじゃなかったとしてもないやん、普通になんか一人であんな長い間だからすごく緊張したんですけど、ちょっとこれを機に極めていきたいです。ああ、みんなが温かくて嬉しいです。なんかほんまに緊張してたやん。もうなんか SNS 見れへんくて全然なんかツイッターとか。ちょっと全然開けなくて、みんなのなんか反応が怖すぎて、反応とかが怖すぎて、もうなんかちょっと待って、ちょっと待って、中島よしくまありがとうございます。ソリ、え、ソリやっけ、ソリソリありがとうございます。お疲れってこと。そしてカネピーも、ね、やばい言葉出てこうへん、トロフィー、クマトロフィーみたいな感じ、ありがとうございます。マイク忘れたのはほんまに忘れたんです。もう緊張しすぎてなんかもうマイクとか忘れてたそう、なんか今日気づいて、そう関西、いやもともと、でも確かに関東ローカルって言われてたんですよ、その出るってなった時に。そうだからではちょっと短くて、あれ見れなかったと思うんですけど、 TVer でなら見れると思うので、皆さん、はい、いやーちょっと、でも恥ずかしいな。いやでもぜひぜひこっそり見てくださいこっそり。そうなんかほんまになんか会場にいる皆さんも本当になんか優しい、温かくもう見守ってくださってて、なんかそうみんながなんか頑張れみたいな、なんかそんな感じを感じ取って、すごいそれがもう救われました、本当に。いや関東民でよかった。いやね、いやそうですよ、リアルタイムでね見てくださった方もありがとうございますえ、なんだこれ、ちょっと待って、
まさゆきさんかな、どうも。なんかモリモリのなんだろう、ありがとうございます、いつもありがとう。録画もしたいつでも見れるってこと。いやでも人生の中でこんなにこんな経験することってなかなかないと思うので、タワー日本部ありがとうございます。まさゆきさんモリモリだからこんなモリモリなのか、ありがとうございます、ありがとう。そう、何言ってたか忘れましたけど、でもなんかあの2回戦に行った時用のあのなんか衣装とか用意してくださってたんですけど、その衣装をあのまた出てくれた時用に置いとくねって言われてってなりました。でもほんまにあの2回戦で何歌う予定やったかはちょっと言えないんですけど、なんかねほんまに似てなかったんですよ。でモノマネじゃなくてコピーみたいな感じやったから、ちょっともうちょっとやっぱ練習期間ないとそれはほんまに難しいなと思うので、また機会が挑戦する機会があるのならめちゃめちゃ練習してやりたいです。次回予告、全然次回の予定は決まっておりません。そしてね、なんやっけ、そのちょっとモノマネに気を取られすぎて忘れてるかもしれないんですけど、なんと関西コレクションでも出演させていただくことになりました。で日本語合ってる嬉しい。なんかね、札幌コレクションもね前出させていただいたんですけど、やっぱり札幌って来れる方、来てくれた方もいるし、すごくそれは嬉しかったんですけど、やっぱ来れない方も多かったんですよ。来れない、さすがに札幌までは行けないみたいな方とかもやっぱいたので、関西ってなるとやっぱ活動拠点の地なので来てくださる方も多いのかなと思ってすごく嬉しいです。楽しみ。しかも、はい、やっぱね関西人としては憧れのステージなので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。そう、なんかシンシンも出るんですけど、他にもめちゃめちゃね、他の方々もなんか豪華で、 NMB の先輩方とかもいたりして、なのでぜひぜひ。お待ちしてます。しんしんで、確かに。今日はね皆さんにやっぱりなんかレイで皆さんに協力してもらって専属モデルになって、なんか恩返しじゃないけど、やっぱシンシンが活躍することがみんなへの恩返しだと思うんですよ。だからこうランウェイ嬉しい報告ができて嬉しいです、
そうです。お知らせが何個かあるって言ってたんですけど、そのうちの一つはカンコレです。なんかほんまに人生って何があるか分からへん。お知らせはね、本当にたくさん秘めてるんですよ、今後も。なのでぜひ楽しみにしててください。もう今、心身のことを押したらめちゃめちゃ楽しいと思います。はい。なので押してください。明日お話し会、もう楽しみになってきたけど、なんかあれなんですよ。そのお話し会、今日モノマネあるって、モノマネ番組の放送があるって知ってたから、次の日お話し会でなんかみんなに、なんか絶対お話し会でさ、モノマネの話するからさ、大丈夫かなって思ってたんですけど。ちょっとこの配信のを見て、全然なんかより楽しみになりました。ちょっと怖かったんです、みんなの反応を知るのが怖かったけど、本当にみんな優しくて。なので、心置きなく、お話し会参加できます。楽しみにしています。書き初め新え新新新新 新新新新新新新ってことか。新新新新え ちょっと何言ってるん、ちょっと分からへん。新新新のもう一個上ってことね。確かに。来年の目標。モデル風味 モデル風味って何 え、そうなんです。ちょっと髪の毛を変えてみました。 ちょいイメチェン。イメチェンってほどではないんですけど ちょっとだけ変えた。でもね、またすぐね、戻さないとダメなんです。ちょっと失敗した。 でもね、どうしても、ちょ、一回やりたかったんです。 悲しいね。でもしばらくは、ちょ、また落ち着いた感じになります。美容院に行くタイミングを失敗しました。髪型、え、そう、めっちゃ可愛い巻き髪をしてもらった。そうなの。2ヶ月ぐらいは多分、その1回戻したら
2ヶ月ぐらいそのままでだと思うので、ちょっとその前にやりたくて やりました。もうほぼお話し会のためだけに染めたので、お話し会来てくれる方は絶対に褒めてください。髪の毛可愛いねと言ってください。ということで、明日もお話し会早いので終わりますね。ね、なんかそんな髪の毛だけでそんな期待せんといて。あ、また変わってるなくらいのなんかあの軽い感じで受け止めてください。ありがとうございました。あのね、盛りだくさんの一日だったんですけど、見てくれてありがとうございました。それではランキングを読んで終わりたいと思います。いきます。13位マッツンヤ、ありがとうございます。12位シン、ありがとうございます。11位トシ、ありがとうございます。10位ハちゃん、ありがとうございます。9位、ナノシー、合ってる？ナノック、読み方を教えてください。 NANOC さん、ありがとうございます。京都の親父、ありがとうございます。8位7位南波の久人さん、ありがとうございます。6位ケイチ、おう、ありがとうございます。5位くにさん、ありがとうございます。4位ふとちい、ありがとうございます。3位中島よし、ありがとうございます。2位かねぴー、ありがとうございます。そして1位まさゆきさん、ありがとうございます。ゴージャスな盛りだくさんバージョンのタワーもありがとうございます。ナノックさん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん見てくださって、明日もよろしくお願いします。またね、お会いできるのを楽しみに待っております。もうね、またお話し会やって、でお話し会やって、公演あって、もうね、今月はほんまにあの盛りだくさんなんです。んで、もうずっと心身のこと考えといてください。本当に本当に今日はありがとうございました。ぜひあの心身のこと拡散してください。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。